時刻は午後7時になりました。ここからは愛知県東海市にあるメディアス FM からお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週月曜日は人力車の芸人我々コードレスコポルカがメディアス FM とリモートで結び生放送でお送りします。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかおちゃらけてるね。おちゃらけてないですよ。ああ、そう。はいはい、いつも通りです。いつも通りか。いつも通りですね。あなた、いやー、そうですね。今、私の方がなんですけども、はい、今回ちょっと違う環境でやってるんですよね、このラジオ。まあ、いつもはね、おみくじ P の狭い部屋に2人ぎゅうぎゅうになってやってたんですけど。まずそれなんだなって話なんですけどね。はい。で、私今、愛知県の方に、実家の方に戻ってきておりまして、そこからお届けしていると。はい。そういうことになっております。はい。実家はどこでしたっけ？瀬戸市？名古屋市です、私。あ、名古屋市。そうなんですよ。名古屋市の方に戻ってやってきてる。やっぱ愛知県いいね。あ、そうですか。いや、もうね、やっぱもう全部懐かしいし。懐かしい。あなた結構頻繁に帰ってますけど、懐かしいとか思うんすね。ずっと思うよ。うん。変だな。東京は思わない。東京はね、まだ慣れない。うん。慣れない。なるほど全ね。然慣れない。東京に慣れないから愛知県によく帰るんですね、あなたは。まあ、そう思っていただいて構いませんと。はい。なんだそそしてれ。ですね、ちょっとはい。全然、これ予期してなかったんですけど、愛知県はい。戻って、こうやって撮ってみて、ラジオを。はい。ラジオ、はい。一番思ったのが、なんかやはり、いつもより音質がいいってのは意外でしたね。なんか、そうですね。あ、なんかそうで SE す入りよましたけど。ね。いやいつー。も多分一緒の部屋でやってるんで、そうです多分ね。いつ僕もおみのくじ P の日。声がでかくて入っちゃうんですよ、そっちに、音が。そうなんですよね。それでなんか、それもあって音質も悪くて。だから、こうやって愛知県の方が音質がいいってことは、一つ発見ですよね。もう今度からあなた帰ってもらえますか、愛知に。そうする？ もう。実費で。実費？実費？ はい。マジか、実費か。当たり前だろ。実費か。あと、あれですね。僕んち東京なんで、ちょっと、雑踏がうるさいんですかね。ああ、なるほどね。はい。環境音が、やっぱそちらの田舎とは違うんじゃないですか。いえいえ、名古屋もね、十分都市部ですから。はい。なるほど。はい。なるほど、なるほど。なんだ、なんだ。なんか、大丈夫ですか？なんか、ゆったりしすぎてません？なんか。いや、落ち着いちゃってるかも。ほんと、落ち着いた背景だね。今、ズームで画面つないでやってますけど、そうでかすなり落ね。ち着いた背景で。はい、信じられないぐらい和室からお届けしております。はい。畳の香りが、画面から香ってきます。そうですね。ちょっと不安になるのが一つありまして、やはり、どうおしたみのくよ。じ P の家にいないと、は顔い。を見合わせて話すこはい。とができないので、ちょっと間合いが心配です。確かにね。うん。今もすげえラグ、何？衛星中継ぐらいなんかラグなかった、今。そう確ですかにね、やか？りとり。うん。わざとやってるでしょ、多分。それは。いや、そんなことないですよ。嘘っぽいなぁ。おい、頼むよ、こっち落ち着いちゃってるんだから。すいません、僕もちょっといつも一人じゃないんで、結構騒いでたんですけど、なんかはい。急に隣の部屋の人の感じが気になって、ドキドキしちゃってきます。ちょっと待って、二人とも良くないか、これ。心細いです。まあでも慣れていかなきゃいけないわけですからね。そうですね。やっていきましょう、ラジオ。30分間、よろしくお願いします。今週もね、メッセージテーマ募集してます。はい。今週のテーマは、無人島に何か一つ持っていくとしたらでございます。そうですね。はい。これ前回ディベートしようみたいな。言ってましたね。夢のおみくじ P、リアルの乾電池と。ちょっと雑ですね、その説明。あ、はい。要は、現実的なアイテムを私が選び、そうですね。夢みたいなアイテムを、そうですね。冗談おみみたいくなじの P を、が選び、はい。それでディベートするみたいなこと。リベート言い合って、本当に険悪になりましょいや、もうそう、険悪になる必要はない。う。本当はい。に。
で、メールはですね、メディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またはメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからお願いします。そして、はい、今日の番組の告知もメディアス FM の X にアップしてますので、メディアス FM の X のフォローもよろしくお願いします。はい、はい、それではここで1曲、 TM レボリューションでホットリミット。愛知県東海市にあるメディアス FM とリモートで結び生放送でお届けするビートアラウンド834サテライトフラッシュ、人力車の芸人コードレスカポルカがこの後午後7時30分までお送りします。はい、お願いします。やっていきましょう。じゃあね、早速、皆様から送られてきたメッセージをご紹介したいと思います。そうですね、お便りありがとうございます。はい、今日のテーマは無人島に何か一つ持っていくとしたらでございます。はい、じゃあ早速読んでいきましょうね。はい、ラジオネームチェリー右打ち。はい、ありがとうございます。この質問一回は真剣に考えますよね。僕が考えてたどり着いた結果はろ過器です。生き残るためには水が一番必要だと思うので、水の確保を最優先でろ過器になりました。なるほど。はい、要は海水をろ過して、まあそうね、海水に限らずだけど、多分無人島だから川とかもあんのかな。なるほどね。その辺のね、まあすぐ真水はちょっと飲めないですからね。確かに確かに確かに。はい、でもやっぱこれはさ、はい、現実的なアイテムよね。超現実的だねこれは。いやこれさ、前回ディベートするみたいな話もしたんですけど、そうね、その皆さんがどっちによるのかなっていうのも気になってたんですよ。まあ予想だとみんな現実主義者だと思ってましたけど。いやでもやっぱろ過器はやっぱいいアイテムよ。私現実寄りだから。あ、そうですか。一つしか持っていけないっていうルールの中でろ過器を選ぶっていうのはちょっとまあちょっとあんま悪く言いたくないですけどセンスがないですよね。ちょっと待って、辛辣すぎる。おい、夢派ってそんな辛辣なの？いや、現実的なアイテムに対して。いや、その現実的にも否定できるんですよ僕。マジか。これ多分ありものでなんとかなりそうじゃないですか。ごめん、それは正直思った。あー、チェリー右打ちけど、ちょっと考えようか。まあでもは全然わかる。まあね、確かに水、最悪水あれば多分どれぐらいだろう、1週間ちょいぐらい生きれんのかな。いや結構水大事だからはかなりわかりますけどね。あとあれだよね、多分ご飯も作れるようになるのかな、こういうので水でね。やっぱ人間一番大事なもの水ですから。確かに。この点で言えば私は全然ろ過器はいいとは思います。ああ、そうですね、僕はまあいいとは思いますけどね、ちょっと一つ選ぶとして、水ろ過器っていうのはちょっとまあ愚かかなっていう感じですかね。どこまで言うん。さあ次行きましょう。ラジオネーム服部貴博さん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コードレスカポルカのご両人こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、無人島に一つだけ持っていけるとしたらのど飴ですね。のど飴、のど飴、これはちょっと夢ですかね、夢の方ですかね。夢。はい、のど飴ですよ。だって夢側でよろしい。本当に夢じゃないですか。で現実のど飴か、ちょっと理由書いてないんであれですけど、現実で考えるとのど飴なんか持ってったってどうしようもないじゃないですか。のど飴か。はい、ちょっと待ってね、思考を巡らしてちょっと現実寄りにしてみるんだけど。ほうほう。のど飴ですよ。ただ無人島で声出さない気はするし。まあでも助けてみたいなことじゃないですか。ああ、それをいつもちゃんとした美声で届けられるように、まあそうですね、のど飴でケアをしておくと。スタミナ保持もあるんじゃないですか。いつまでも大きい声を出せるようにっていう。なるほどね。そうですね。まあでも人間の声なんてね、たかが知れてますから。いくらね、のど飴舐めちゃって。全部に当たりきつくない。いやー、すみません、本当夢見たいんでごめんなさい。なるほどね。はい、あ、でもそうか、のど飴っていう選択肢がある。なんでしょうね、好きなんですかね、味が。めちゃくちゃ理由聞きたいですけどね。このあれじゃないですか、好きな食べ物ってことじゃないですか。僕もこれちょっと思うんで、助かるっていうのを考えないとしたら、死ぬ前にはやっぱ好きなものを食って死にてえですよね。にしてものど飴ですかね。
いや、それやつあんま言わない方がいいよ。それ人によるんだから、そんな好きな食べ物なんて。わ、むずい。人の好きな食べ物を否定するようなことを言っちゃダメですよ、あなた。わ、めちゃくちゃむずいね。実家にいるからって。本当に確かにもう。落ち着きすぎてた。ダメだよ、あ、そでんもな。喉飴ね。人のこと悪へえ。く言ったら、気をつけてくださいね。はい、じゃあは、次行きはい。ましょう。ラジオネーム、南下陽一さん。ありがとうございます。ありがとうございマキシマムザホルモンの皆様。あ、違う。コードレスカポルカのおみくじ P さん、乾いでんしさん、こんばんは。今週もよろしくます。もうお願いいた何しでまもす。良くなってる。出た。全然似てねえ。僕はマキシマムザリョウで、相方はナオさんですね。兄弟でやってます。なおなの。今日のテーマは、無人島に一つ持っていくとしたらですが、スマホです。というと、ずるいでしょうか。サバイバルで必要ならナイフだと思います。魚や貝を開いたりできますし、木を削ることもできるので、枝の先端を削ってもう一つの木を摩擦熱で、火を起こしたりもできます。いろいろ使えると思いますが、どう思われますか？それでは今週も最後までお楽しみます。ありがとうございます。いや、これすごくわかりますね。スマホとナイフですね。いや、たださ、これ考えてみたときに、そのスマホがどっち寄りなのかが、私わかんなくて。スマホは、まあ、現実っぽいですけど、実際これ多分、リアルではないですよね、これ。これ使う前提ですよね。そうですね、ちょっと、その無人島の場所によりますけど、多分電波届かないですよね。そこなんですよ。で、まあ、バッテリーも限られていますし、だから、何ですかね、残りのバッテリーで、まあ、なんか、スマホに残ってる写真なんか見て、思いにふけて、まあ、死んでいくみたいなことなんですかね。なんで助からないの？さっきから。いや、助かる方にはちょっと持っていけないですよ、スマホは、さすがに。そう。そうです。あと、いまあ、や、まああれですかそうだね、よね。分解しスて、マホは、あれじゃない？もう夢のアイテムでいいんじゃない？じゃあ。まあ、夢ですよね。まあ、絶対つながるスマホみたいなことか。そういうことにしましょう。充電も減らず、いつも確か通りに。使えるスマホ。何それ、スマで、ホなもうの一それ。つ、ナイフ。ナイフですね。まあ、これはナでイも、フだね。正直僕は、経験とかがないと、知識とかがないと、あんまあっても意味ないのかなって思いますね。あ、なるほどね。確かに確かに。わ、でも、ナイフとスマホはかなりいいラインのアイテムな気が。そうですね。これ、リアルガチですね。リアルガチ。リアルガチ。おお、なんか入った。次行きましょう。夢が。ラジオネーム、コンドルさん。ありがとうございます。ありがとうございます。コードレスカポルカのお二人さん、こんばんは。初中お見舞い申し上げます。本当あ、に熱いいえいえ。ですね。ありがとうございます。無人島に一つだけ持っていくとしたら、スマホなどは役に立たないと思うので、否定されてる。そんなことあるんだ。無線機を持っていきますね。無線機なら 何かあったら、誰とでも連絡つくので無線機です。なるほど、無線機。そんな偶然が。ちょっとこれ僕の知ってる無線機は、周波数を合わせないとつながらないっていうのがあるんで、いや、でも結構万能なんじゃない？あとどういう無線機なんですかね。スマホより電波の範囲狭いですよね、多分。でも無線機って結構遠くまでつながるイメージあるんだけど、そういうのもあるんでなんすかなら。ね。ちょっと僕知らないんで、ちょっとノーコメントでいきたいなと思ったんですけど。いや、でも無線機かなり現実的なアイテムな気するし、それにしても、スマホは役に立たないのでって言われました？そうですね。言ってます。スマホは役に立たないですね。これ現実寄り彼ってで言っすちゃっよた。ね。要は。この方はかなり現実を見れてるんじゃないでしょうかね。いや、逆にこれやっぱり現実的なアイテムとしてのスマホは役に立たないけど、まあ夢のアイテムとしてのスマホはね、全然 問題ないんじゃないかっていう。確かにそうですね。スマホ、あと、まあ、あれですね。YouTube とか見れますしね。そこじゃないな、ストロングポイント多分。このね、メディアス FM も聞けますから。それはストロングポイント。ストロングポイント。わ かないね、ほんと、わかりやすくこびて。わかりやすくこびてとかあんま言わない。次行きましょう。ラジオネーム、福岡のともしげさん。ありがとうございます。ありがとうございま本す。日も福岡から参加します。今日のテーマなら、充電満タンのスマホです。ああ、やっぱスマホ多いね。スマホ多いですね。もうほんと、現代っ子ですよね、皆さん。いや、まあ、しょうがないんじゃない？充電満タンのスマホって言ってるんで、これ、無限の充電ではないです、このスマホは。だからいいって。夢寄りでいいじゃん、多分これ。電波は無限ですけどね、でも書いてないんで。いやー、そうですけども。
や、やっぱりさ、これスマホがどっちに入るかっていうのは結構さ、定めとくべきだったかもね。そうですね。これ多分夢の方だと思います。本当に多分スマホは役に立たないですよね。まあ、現実的に考えるとね。はい。いやー、やっぱそうなるよね。そうですね。言ってなかったですね。すいません。言い忘れてましたけど、基地局のない、無人島です。まあ、でしょうね。各社。多分有人島になるんで、基地局あったら。確かに。基地局っていう人がいますからね、そしたら。いません。はい。そうしてですけど、はい、そうしてですけど、皆さん、あれですね。自分でどうにかしようと思ってなさそうですね。まあね。まあ確かにね。確かに自分が無人島で何できるかって言ったら、やっぱ、助けを呼ぶことしかできないかもしれないですよね。なるほどね。いやー、でも、これさ、はい、ディベート用に私考えてきたのがあって。あります?ちょっと、私持ってきたら。なるはやでお願いしますけど。はい。現実寄りな立場として、私は、はい、テントかなっていう。テント?テント。テント。何に使うんですか?虫とかさ、はい、そういうのが嫌いで。はい。そういうのから身を守るために、やっぱ寝るところも含めて、テントが一番いいんじゃないかと思うんですけど。なるほど。虫が苦手。はい。で、テント。ちょっとそこだけ立たされると、ちょっとこっちは弱くなっちゃうんですけど。ちょっと、なんか難しい。お前の勝手じゃないかみたいな。一個って考えると、何をやっても現実的じゃなくなるな、これ。これはね、しょうがない。定義が。おみくじ P 何か。僕はあれですね、渋谷の東急ハンズですね。ちょっと待って。まずですね、東急ハンズにあるもので、爆弾を作るんですよ。うんうん、違う。うん、まあ。で、店員さんいるんで、爆弾、どうやって作るかを聞いたら教えてくれるんで、東急ハンズの店員さんは。で、教えてもらって。友人島になってるって、友人島に。で、その爆弾で、でかい、渋谷のでかい東急ハンズを爆発させて、はぁ、あ。のろしを上げる。まあ、こういうことですね。なんかね、はい、全部レギュレーション違反かも。何ですか?これは。夢です、夢。いや、夢だとしたら、まずさ、まずその渋谷の東急ハンズのある商品ってことはもう1個じゃないじゃん。ん ?1 個じゃないし、いや1個ですよ。さらに言えば渋谷の東急ハンズです。店員いるし、はい、一部ですから、東急ハンズの。うん、それでいてさ、まあ、東急ハンズはいいとするわ、一旦、はいはいはい。なんで渋谷なの?いや、でかいからですね。安直すぎない?で、最後、何やるって言った?のろしを上げる。爆発して、のろしを上げる。しょぼいって。いや、いや、もうそんなこと言うなら、もう絶対に強いのろし上げる装置とか言ってくれよ。そんなこと言うなら。一言で分かりすぎる。いや、こんなね、なんでそんな回りくどい変なものを作るの?いいと思ったのに。絶対爆発させるな、そんな優秀な建物。恥ずかしい。いや、なんか、こっちの回答恥ずかしいだろ。はい、では皆さんメールありがとうございました。いや、ありがとうございます、こんなお付き合いいただいて、はい、ではここで一曲、嵐でワンラブ。愛知県東海市にあるメディアス FM とリモートで結び生放送でお届けしてきましたビートアラウンド834サテライトフラッシュ、前歴者の芸人コードレスカポルカがお送りしてきましたが、そろそろお別れのお時間です。いやー、そうですね、はい、ありがとうございました。ね、ずるかったね、我々ね、答えがね。そうですね。まあ、我々っていうか、僕はあれですけどね、夢っていう設定があったんで、忠実に。下手くそすぎるって。何ですか、やることが。下手くそすぎるって。うん。上手でしょ。なんでのろし上げるのに爆発させる必要があるんだよ。いや、だって、そんな小規模なのろし上げだって誰も気づかないですからね。てか、助かりたいなら、なんか助かりたい道具をすっと言えばいいんじゃないの、これ。のろし上げるとか、回りくどいこと言っとらんと。助かりたい道具、何ですか?タケコプター何ですかって言われるとこっちも困っちゃうけど、タケコプターでいいですか、普通に、うん、船とか船なんか回りくどいことしてのろしを上げるって一番愚かだろ多分。船持っても僕船舶免許持ってないんでね。違う、あれちゃんと運転してくれる人いる。あのカヌーですか。カヌー絶対無理でしょ。無理ですよ。まあ、今週のお便りはね、こんなところにして、ね、はい、来週何ですか?来週のメッセージテーマ。はい。心霊現象、信じますか?でございます。うん。やっぱ
夏なんでね、はい、まあそれもありますしね、我々がね、その、はい、まあ先週になるのかな、はい、先週にキングオブコントという大会に出ておりまして、出たまあね、今年はね、はい、しくなかったんですけども、本当ですね、まあ、その我々のポリシーとして、なぜかコントは全てなんか怪異やら妖怪やらそういうもので作るというポリシーがありまして、はい、そうですね、まあ、それにちなんだお題ですね。そうですね、これを、はい、ネタやりながら思いついたテーマですよね。まあそうですね、皆さんどれぐらい信じるんだろうかっていう、まあ、そういうのも踏まえて一応言っときますと、キングオブコント1回戦は、敗退しています。まあね、はい、そうなんですけどね、はい、はい、本当辛い思いをして、去年は良かったんですけどね、歯食いしばって今元気よくラジオやってますけどね。いやそうなんですよ、実家で落ち着いてる場合じゃないんですよ、はい、本当そうですよね。もう、いやでも心霊現象を信じるか信じないと、はい、これさ、ただのアンケートだよね。アンケートですよ、いいんですよそれで。何ですか、いいのか、何ですか、文句ばっかり。まあ、できればその信じる理由信じない理由なんかも添えていただけると。あ、そうですね、理由もいただけるとね、いじりやすいんで。そうですね、はい、おみくじ P 信じますか。あ、僕は信じません。あ、信じないんだ。はい、なんで。まあ痴漢できないですから、ね、感じれないですから存在を。まあまあまあそうだね、あと周りで起きたことないんで、うん、あ、そうなんだ。はい、たわごとだなって思ってます。強い言葉を使うね。すいません、育ちが悪いんで。でも割と私は信じちゃう方ですけどね。なんか、まあ、なんかちょっと心霊っぽい部屋ですよね。あ、これ失礼かな、めっちゃ失礼、うん。心霊っぽい部屋ですからね、あなた。ふすまだけね、ふすま、怖い怖い。はい、メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけます。はい、アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからできますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あと現在、第2回までですかね、メディアス FM の YouTube チャンネルに、こちらの番組のアーカイブが載ってますので、そうですね、ぜひ聞いてください。随時、この後の、回もね、どんどんアップロードされると思いますんで、はい、ぜひ確認の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではこの後のメディアス FM は再びアキトさんのビートラウンド834でございます。引き続きメディアス FM と共にお過ごしください。ここまでのお相手は人力車の芸人コードレスカポルカでした。最後はこの曲でお別れです。ダストセルで命の行方。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。